JKT48 は、ジャカルタを中心に活動しているインドネシアの女性アイドルグループ。秋元康氏の総合プロデュースにより、2011年に結成された。日本国外で最初に結成された AKB48 グループである。日本で活動する AKB48 の姉妹グループとして結成された。 コンセプトは AKB48 をモチーフにしつつ、インドネシア独自の文化に合わせたアイドルグループになる。運営事務局は、電通の子会社である、電通メディアグループインドネシアにおき、AKB48 からの移籍者を除く、全メンバーの所属事務所としても機能している。当グループ発足時点で、日本国内では、AKB48 の他に、SKE48、 SDN48、SD NMB48 及び HKT48 の計5つの AKB48 グループが結成されていたが、日本国外への進出は JKT48 が初となった。インドネシアはイスラム教圏にあり、ムスリムがおよそ9割を占めることから JKT48 ではイスラム教上の文化を重んじる傾向が見られる。 ラマダン中には、通常の公演は休止され、JKT48 劇場などで関連イベントを実施したりする。またその期間中は、素足を見せないなど、衣装も配慮される。2018年開催の AKB48 後、サードシングル世界選抜総選挙には、JKT48 メンバーにも立候補権が与えられたが、ラマダン明けの祭日である。 レバラント開票イベント日が重なっていることを理由に全メンバーの立候補を見送った。日本国外の AKB48 グループは原則としてオリジナル楽曲が与えられることがなかった。JKT48 も例外ではなく日本の AKB48 グループの楽曲をインドネシア語に翻訳したものを発表している。この現状については反発もあり、 2017年9月に行われた握手会イベントにおいて神豚シングルオリジナルという横断幕を掲げたファンが現れたことがある。メンバー自身もオリジナル曲の実現をグループとしての目標に掲げていた。2018年12月22日、グループ初のオリジナル楽曲を制作することが発表され、2019年11月に JKT48 オリジナルシングル、選抜総選挙を開催するに至った。j k t 4 8二期生2014年2016年、インドネシアインターナショナルモーターショー、JKT48 の正規メンバーは、原則、チーム J、チーム k チーム T の3つのチームのうち、いずれか1つに所属する。2021年3月15日をもって、 グループ新体制を開始のため、チーム J、チーム k e チーム T、アカデミークラスの体制をなくし、一つのチームとして活動をします。元世紀メンバー元研究生元アカデミー生、JKT48 アカデミーは、研究生システムの改革として設立された育成機関。2018年4月15日に研究生より移行。メンバーは、 アカデミー生と呼ばれる。元メンバーであるデフィキなるプトゥリが校長を務める。従前の研究生に相当する、クラス A と新人に相当する、クラス B とに学級を分け、クラス B で基礎を学び一定のレベルに達した段階で、クラス A に進級する。入学から1年で、正規メンバーに昇格できなかった場合は、その時点で在籍資格が消滅し、 退学になるとされていたが、2019年3月30日に在籍期限の撤廃が発表された。また正規メンバーも固定ではなく、握手会実施ごとに降格の可能性がある。2021年3月15日をもって、グループ新体制を開始のため、JKT48 アカデミーが一時休校になります。講師も講師、 JKT48 キャプテンメロディーヌランダニ・ナクサニー、シャニア・ジュニア・ナタベビー・チャイ・サラ・アナディラ、JKT48 副キャプテンガブリエラ・マルガレット、ワラオーチーム J キャプテンデフ・ィキナルプトリ・シャニア・ジュニア・ナタ、プリシリア・サリデオイ・ガブリエラ・マルガレット・ワラオー・フリスカ、アナスタシア・ラクサニチームキー・キャプテン・シンタ・ナオミ・デフィ、キナルプトリ。ラトゥフィエンニ・フトリリア・フィフィフィオナ・アプリアニ・ラトゥフィエンニ、 フィトリリア・シャニア・グラシアチーム T ・キャプテン・中川春香、メロディ・ーヌランダニ・ラクサニ・アヤナ・シャハブタン・ G、フイセリーのチーム T ・フック・キャプテン・ソニア・ナタリアこれまで9度のメンバーオーディションを実施し、AKB48 からの移籍者及び留学生を除くすべてのメンバーがこれらのオーディションを経て加入している。2018年2月までは研究生あるいは研究生候補生から、 同年4月以降は JKT48 アカデミークラス A からの昇格となる JKT48 アカデミークラス B からクラス A への新級者合格者のうち太字となっているのは2021年12月27日現在在籍しているメンバーシングル表題曲及びカップリング曲を歌うメンバーをファン投票によって決定するイベント 1> 第1回が2014年に開催され、その後2019年の第6回まで開催された。配信シングル参加シングル AKB48、劇場、公演アルバム参加アルバム AKB48、劇場、公演コンサートテレビ JKT48 スクール、その他インドネシア日本インドネシア日本インドネシア日本、インドネシア日本インドネシアシンガポール日本インドネシア、 日本 JKT48、劇場パジャマドライブチーム J 恋愛禁止条例。2012年12月26日から2013年12月28日。誰かのために。2014年1月18日から2015年4月26日シアターの、女神。2015年5月17日から2016年11月27日。ただいま、恋愛中。 2017年5月19日から2019年3月1日アイドルの夜明け2019年3月3日チームキーイ僕の太陽2013年6月28日から2014年2月22日リバイバル公演2015年5月6日から7月29日青春ガールズ5ダス5ダスレマジャ 2014年3月8日から2015年3月14日、最終ベルが鳴る。2015年8月1日から2016年11月27日坂上がり。2018年3月4日、チーム T 一首をつなぎながら、2015年3月15日から2016年11月26日恋愛禁止条例。 2016年12月7日から2017年5月22日、僕の太陽、2017年7月8日から12月9日、誰かのために、2017年12月10日から2018年4月18日,月18日青春ガールズ、2018年4月20日から8月25日シアターの、女神、2018年9月2日から2019年2月17日テオ、 つなぎながら、2019年2月23日から8月30日制服の、目、2019年9月1日から12月29日、フライ。チーム T、2020年8月22日、研究生パジャマドライブ、2012年9月8日から12月13日、パジャマドライブ、2013年1月11日から5月12日、僕の太陽。 2013年5月17日から6月25日、パジャマドライブ、2014年5月24日。2015年1月17日、パジャマドライブ2016年8月7日から11月19日、アカデミークラス A 特別公演パジャマドライブリバイバル。公演2013年9月7日から8日、2014年9月6日から7日、インドネシア。ありがとうございます。